みなさんこんにちは、チリです。なんか需要あるかはわからないんですけど、私がこの今年の春この服を着て楽しもうって思うコーデがちょっと5つほどあるので、今日はそのコーディネートの紹介をしたいなと思います。もしよかったら最後までご覧ください。では早速ファッションをお見せしたいと思います。この緑のトップスは確か去年の春に買ったと思います。すごいサラサラして着心地が良くて、私はよく春とか秋ぐらいになるとこの服を着ています。この柄可愛くないですか？なんかウィリアム・モリスみたいな感じで、私は結構気に入っています。これで春を楽しみたいなと思います。黒でシンプルにまとめてみました。これはね、島村でこのトップス買ったんですよ。で、下のパンツは確か GU で 3,4 年ぐらい前に買った記憶があります。このね、襟の膨らみ加減がすごい私は気に入ってて、一目惚れしてこれ購入した記憶があります。次のコーディネート見てみましょう。これは原宿の古着屋さんで、私が高校生ぐらいの時に買ったワンピースで、アラサーになった今でも着れるし、可愛い柄ですごい気に入っているので今でも着ています。ね、このね、袖の部分とかもすごい可愛いでしょう。なんかヨーロッパ風な感じでお出かけするのもすごい楽しいし、今でも大切に着ています。今年も原宿行けたらいいなと。このワンピースは最近母からのお下がりでもらいました。なんかキリンさんとかね、いろんな動物のプリントがされてて、すごい可愛いんですよこのワンピース。もうなんか母が着ないみたいなので、私がお下がりを受け取りましたね。この柄可愛いでしょ。こう、ね、紫とかがね、春らしくてすごい可愛いなと思って、この春たくさん着たいなと思っています。こちらはスカートの方は着物リメイクで、もう私初心者なのでちょっと作りが雑なんですけど、ちょっと自分で初めて作ってみました。これをね、着物リメイク、花柄がすごいいっぱいあって可愛いので、すごい気に入っているし、着物リメイクするのもすごい楽しかったですね。今年の春はこの洋服を着てたくさんお出かけしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。